スピナー。おはようございます、アシュリーです。12月23日木曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。データによると、オミクロン株は重症化しづらい。世界で新型コロナウイルスの感染が拡大し続けていますが、イギリスでは1日あたりの感染者数が初めて10万人を超える規模に。そんな中、オミクロン株は重症化しづらいというデータがさらに示されています。これは良いニュースと言えますが、オミクロン株の感染力の高さが今後どのように作用するかについては、科学者たちもまだ分かっていません。WHO がワクチンのブースタープログラムを批判。WHO 世界保健機関は、富裕国と貧困国の間のワクチン格差が広がることで、パンデミックが長引くことになると声明を発表しています。アメリカでは WRAIR、ウォルター・リード陸軍研究所が、オミクロン株対応ワクチンの開発に取り組んでいるほか、ファイザーの飲み薬経口治療薬のパクスロビドの緊急使用が承認されました。AWS、この1ヶ月で3度目の障害。22日、Amazon が提供するクラウドサービス、AWS、Amazon Web サービスで短時間の障害が発生しました。AWS に障害が起きたのはこの12月で3度目ですが、今回の障害の原因はアメリカバージニア州にあるデータセンターの停電でした。ナショナルホッケーリーグの選手は北京オリンピックに参加しない。北アメリカのプロアイスホッケーリーグ NHL が正式に北京五輪への不参加を発表しました。NHL のコミッショナーは不参加の理由について、新型コロナウイルスの感染者が急増しているため参加がもはや不可能であると説明しています。ルノーの中国ベンチャーがリストラに。フランスのルノーと中国の家臣汽車両自動車メーカーの中国におけるジョイントベンチャーが債務不履行に陥っている問題で、ルノーは同社のリストラを発表しました。ルノーの CEO ルカ・デメオは、中国における自社の存在感はほぼ皆無だと表現しています。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。面白いと思った方はぜひ、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。Quartz Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。ぜひこちらも見てくださいね。パシリーでした。Have a good day!